婚約者いるのに結婚しようって言っちゃってるところじゃん。誓っちゃってるもんね。そうね、平場とくれて、そうね、そうママっていう感じのところとかが情けないよね。混ぜるこそじゃない、古くない、ちょっとせーの、こんにちは、ちやこです。ももこです。ふみです。3人合わせてちふもです。はい、ということでちょっとまあ一旦チフモにはなったんですけど、うん、まだまだ、グループ名募集しております。はい、ということで新企画第2弾バレートーク企画、今回はですね、クゾーシ決定戦でございます。まあバレエの作品、まあいろんな有名な作品、何作品もあると思うんですけども、王子ってさクズな人多くない？多い、うん、なので、うん、ちょっと今回は作品に出てくる王子について誰が一番クズかっていうのを議論して、でちょっとピックアップしてみました、うん、バジル、まあ、王子じゃないけどね、まあ、うん、主役ってこと、ね、主役って感じ、うん、でフランツで、ルシアンパッと浮かばないよね、どんなあれか。デジレ王子、ジークフリート、アルブレヒトン、ジークフリート、あ、白鳥ね、ソロル、うん、でも全部何の王子かわかる？わかる。一応わかる。一応わかる。7人、うんうん、そのバレエ作品の主要な人出ましたけども、はい、一番自分がクズと思う王子を考えてください。はい、もう決まってます。決まってる？うん、もうこの中だったらもう、うん、もうこのこれでしょっていうのはあるね。うん、ある。うんうん、じゃあちょっとまず私から言っていっていいですか？そうそう、私が一番クズと思う王子は、ドルル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 ドン、アルブレヒトです。それはまあまあまあ、うん、まあ聞こうじゃないか。アルブレヒトは、うん、そもそも、まあジゼルという作品の中に出てくる王子、王子なんかね、あれは。まあでも一応、王子、一応まあ、王族の人だよね。王族の人で、ジゼルっていうのは主人公の女の子なんだけれども、村娘の子で、すごいそのアルブレヒトとジゼルはすごい格差があるんだけども、まあ出会って恋に落ちたんだけど、アルブレヒトにはそもそもね、そもそももう婚約者がいて、なのにそれを分かってほんのか弱いジゼルをたぶらかしたみたいな。しかもあの村人の格好をして、村人のふりをしてそう、あ、そう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 、そもそもそう身分を隠して、そう身分隠してるは、うん、まあ最悪いいとして、うん、結婚、婚約者いるのに結婚しようって言っちゃってるところじゃん。誓っちゃってるもんね、うん、そうね、どういった気持ちって思う、ね、どういった気持ち、どういったって、え、なんかだからそこで誰だっけ婚約者、バチル、あ、そう、バチルドが来た時に、あ、そう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 、知らばっくるのにね、そう、だからその時にバチルドに、あの、自分は好きな人ができたから君とは結婚できないって言えればいいやつなのに、うん、そうしないからクズなんだよね、うん、ジゼルってもう一人男の人いたね、ヒラリオン、ヒラリオン、かわいそう、かわいそうね、ヒラリオン、ヒラリオンってかわいそうだよね、本当にかわいそう、一途でさ、え、ヒラリオンってジゼルと同じ身分の人、うん、そう、で、ジゼルと幼馴染だっけ、違うか、それかね、まあ、分かったけど、なんかそうでもさ、そんな感じじゃない、お母さんのさ、うん、あ、そうか、そうか、まあだから対応っていうか、まあ家族ぐるみのみたいな、うんうんうん、ずっとジゼルを守ってきた、守ってきたのね、うん、死んじゃったの、そうだよ、だからヒラリオンは死ぬ必要ないからね、全く、うん、じゃ次ももちゃん行きましょうか。なんとなんとびっくり、びっくり、ドゥルル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 ルこう、じゃあ誰がキモいかクズかっていうと言うと、うん、大体の人はもう一致団結、この中だったらね、うん、ダントツ、うん、おー、あー、されたことある、うん、その時はどうした、私、あの、これでしょ、これでしょ、しかも初めて付き合った彼にあの浮気っていうか二股状態だった、だから本当にジゼルの気持ち、アルブレヒトじゃん、ジゼルの気持ち、でしかもたまたまその時に
私バレエ団、前のバレエ団に入団したばっかで、でその時やったのがたまたまジゼルで、感情にしちゃうね。で私はその時は貴族の役だったんだけど、貴族でそのジゼルが死ぬ前のところらへんでもううわーってなっちゃって、でその時に隣にいた先輩に、え、どうした私この間あの二股ってかこの状況になってなんかそう、だから本当にある話、そうそうそう、よくある話、ね、男ってそういうものだよねっていうやつの代表作。ふみちゃんはアルブレヒト以外にないないのよ、アルブレヒト以外には、うん、それ以外もう可愛いもんじゃんね、うん、他は。でもじゃあ次に、うん、そうだね、クズといえば、うん、やっぱ白鳥の湖のジークフリートじゃん。ジークフリートはまあなんかクズっていうかバカ、うんうん、ちょっとおバカちゃん。そう、白鳥と黒鳥、うん、白と黒を、うん、間違えるか、間違えない、うんうん、であとなんかママっていう感じのところとかが情けないよねでも王子めっちゃ若いねんね、多分めっちゃ若いのに。あ、そうだよね、十何歳の誕生日とかだもんね。16歳とかそんな感じじゃなかったっけ。そうだ、しょうがないね、もっと二十歳よりもっと下やと思う、確かに。じゃあもうこれはしょうがないこれは別にクズとかじゃなくてしょうがない、ね、まあだって要するに間違えちゃったねあれ一つかなってあれってお母さんを大切にしてるは全然素晴らしいことで、家族を大切にしてるはすごい大、仲いいとかも全然いいけど、うんうん、お母さんにはこうやってやってもらってたを押し付けられたりとかしたら知らねえよってなるよね、うんうん、てめえで生きろって思っておいおいおい、 おいアルブレヒト、ジークフリート以外の王子ダメ出しある、ダメ出し。え、でもさソロル、あ、私あんまりそのソロルのことを知らんねんけど、うんうん、ソロルもだって大概クズじゃない。そうだね、ソロルってだってちょっとにあのアルブレヒトと似てるよね、そういえば、うん、翻訳者ってガムザッティじゃん。確かに、あれ結婚してた、ね、結婚したガムザッティ、わかんないねわかんないね。え、でもそれこそ婚約とかあれも結婚式だったんじゃない、あの2幕、うんうん、あ、そうだよ、結婚式だよ。で、お祝いの踊りを、あ、そう、結婚式、確かにソウルってそうだよね。そうじゃん、やだ、クズじゃん、やだ、クズだよ、クズ発見、発見クズ発見、なんかやったことあるのでね、うん、すぐに出てきたのが。そうそうそう、でもなんならアルブレヒトよりもクズじゃない、ソロルと結婚相手のお祝いのところで、うん、ニキアっていう主人公の女の子が、うん、あの何、祝いの舞を踊って、 でそこで、ね、ヘビ入れられてたよね。そうだよね、うん、で確かにヘビ入れて噛まれて死んじゃうっていう、うん、おー、これ楽しそう、付き合うなら誰、付き合うなら誰、私バジルかな、楽しそう、ドンキ、付き合うならでしょ、うん、ベジレ王子、あ、正当派正当派付き合うならで、でも付き合うならでしょ、うん、そうか、ちょっと取り消すわ、あの、ま、付き合うと結婚と違うの、うん、違う、ね、違う、ま、た、うん、そっか、付き合ってもうでもそれで言ったらもうバジルとフランツ以外の選択肢なくない、だってあ、でも付き合うだけなら別にアルブレヒトでもいいかも、だって結婚しないもん、うん、そうだね、相手も別にそう思ってたってことだよ、そうだね、うん、そうね、でもそしたら結構全部さ、そうね、付き合うだけ、結婚考えなければ、でもジークフリートはちょっとバカすぎて、ちょっともう若いし、ちょっと若いし、若いしねとか言って、若いしね、どこかがちょっときついよね。そうね、まあ付き合うだけならアルブレヒト私ありかな。うん、年上やし、うん、年上なの？年上そうじゃない？あ、でも分かる、イメージだけ。え、でも結婚するのは絶対デジレですね。結婚、そうね。え、つまんなそう。うん、ふみちゃんの意見は多分そうだよね。じゃあふみちゃんは誰の？刺激ないじゃんね。刺激を超えてるって誰、結婚だよ、結婚、確かにバジルとかぐらいと結婚したら楽しそう、うん、そうだね、一途だし、ね、ちょっと踊っちゃうよみたいな今日は踊っちゃうよみたいな、踊ってけ、踊っちゃうよえ、で、誰、結婚はバジルかな、ああ、じゃあ、あれです、ね、そうね、なんか面白そう、うん、
お金なさそうやけど、うん、そうだね、お金ないね、確かにお金ないわだって 村男だからね、あ、王子自分が稼げばいい、あ、ごめん、もうデジルは私のものですから芸能人、マッケンユーさん、マッケンユーさん、マッケンユーさん、誰がどれが、マッケンユー、ジークフリーズ、あ、私アルブレヒトかなと思った、あ、まあでもそ高貴な役だよね、うんうん、マッケンユーね、うーん、今じゃあ誰が誰の今の誰だろう、誰だろう、キムタクぐらいしかどうしよう、世代世代の世代の世代が、え、でもさ、みんな BTS のジョン、え、知らん、なんで芸能人、横浜流星、横浜流星がアルブレヒトとか、あ、全然違うやん、え、うん、横浜流星でもバジルぐらい、え、ももちゃんが一番さ芸能人多分知ってるやん、え、今この3人の中やったら、え、なんで若いから一番、あー、そっか、うん、じゃあ私でも今韓国にドハマりしちゃってるかな、え、でも BTS さっき言ってたのみんな知ってるかもしれない、うんうん、あ、そっか、そ、 BTS は知ってる、私も、私も知ってるけど、あ、じゃああれ、あのパク・ソジュン、パク・ソジュンさん、あのイテウォンクラスの、うん、どれ、私的に分かんないの、え、分からん、嘘、アルブレヒト、でもなんかそういうや、こうちょっと、うん、ちょっとソロルかアルブレヒトが似合いそうかなっていう、なんかガタイでかいからそんなイメージ、うん、うん、あと他はバジル、バジル、え、バジルこそキムタクじゃない、キムタク惜しい、そうだね、反町隆史、デジル、古いんだよね、ちょっと古いんだよね、ちょっと世代が古い、どうしよう、反町隆史楽しいね、古くない、ちょっと、え、あ、私ある、男性の人、あのラッシュルの、あの、あ、スカート、スカートのやつ、あ、なんかラッシュル自体の作品が好きだけど、あの男性のバリエーションとかもすごい好き、ジェームズ、あ、ジェームズ、ジェームズ、でもクズじゃん、そいつも、そうなんだ、うん、ちゃんと話しろ、そうなんだ結婚相手がいるんだよね、確か結婚する相手がいて、で、シルフィード妖精やん、うん、その妖精に恋をしちゃう、で、一緒に森に逃げるんだけども、結局、何、悪い魔女がおって、その魔女が、この何、マント、このマントをかぶせると、このシルフィードは人間になって、あなたは結ばれ、あなたたちは結ばれますみたいなことを言って、そのマントを渡すんやけど、そのマントをシルフィードにかぶせたら、シルフィードは死んじゃったっていう、内容知らずにさ、え、ラッシュルとか言ったのめっちゃ恥ずかしいなんかある衣装、うん、衣装、え、やっぱ結構王道系の王子のザ・白タイツでの王子の衣装が結構好き、あ、そうなんや、うん、でもさ、やっぱりバレエ団によって全然さ、白鳥でも何でも違うじゃん、衣装が、うんうん、だから結構それは難しい、 どの役柄のっていうのはちょっと難しいんだけど、ね、うん、オーロラ姫以外結構癖あるよ、一番なんかキトリぐらいがさ、一番なんか人間っぽくて、うん、想像しやすいけどね、キトリ、スワニルダが一番こう人間しやすいよ、そうね、あるような、そうね、そうね、実際に付き合うと考えた時に、うんうんうん、なんか自分が 王子様とかだったら、まあ、オーロラとか考えられるけど、自分がね、普通の一般人だから、なんかリアルキトリ、スワニルダが一番手頃、ね、手頃すぐ落とせそう確かに ね、すぐ付き合えそう、キトリとかすぐ落としちゃう、ね、はい、ということでめちゃくちゃ議論したというか、うん、まあ、いろんなクズ王子が出てきましたけれども、まあ、なんだかんだで一番クズな王子はジゼルのアルブリヒト王子ということで満場一致、うん、はい、はい、皆さんこの話を聞いてちょっとクズだなと思った王子がいましたら、こちらもコメント欄にぜひぜひ教えてもらえたら嬉しいです。でもなんか探せばクズ王子いっぱいそうやね。そうだね、なんか本当に無知なだけっていうか、私たちが恥ずかしいんだけど、もうちょっと勉強します、バレの作品ね、そんな感じで今日はこの辺でお開きしましょう、はい、ではまた来月お会いしましょう、バイバーイ。
せーの、こんにちは。こんにちは。せーの、こんにちは。言わないの。せーの、で、こんにちは。違う。